こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はオランダのライダー金貨について話をしていきたいと思います。ライダー金貨こういう感じですね。馬に騎士が乗った、モチーフになっています。反対面の方は王冠のようなモチーフに紋章ですね、あとライオンが書かれているのがこの金貨の特徴です。で、1つ目7ギルダーで 4.96g、 14ギルダーで 9.93g、 2つ目 91.7% 金の金貨になります。1749年から1763年に発行されています。3つ目馬に乗った騎士がモチーフです。4つ目もともとは銀貨のダカットがシルバードライダーと呼ばれているということで、この4つのテーマについて話をしていきたいと思います。今サイズ感ちょっとこれ今直径を書き忘れてしまったので、今これが何ミリとかすぐ申し上げられないんですが、7ギルダーで 4.96g、 5g ちょっと切ってる感じですね。14ギルダーで 9.93g ということなので、サイズ感としてはイギリスのギニーとかと似たサイズ感になっています。非常にまだ買いやすいんじゃないかということで、これ MS グレードだいたい基準価格で2000ドルぐらいっていうのがこのコインの特徴になっています。で、2つ目ですね、 91.7% 金の金貨で1749年から1763年の期間発行されているということで、そんなに長くないなと思います。で、これ1750年ぐらいっていうのはイギリスだとジョージ2世が、統治していたので、ジョージ2世のギニー金貨と比べた場合、ジョージ2世のギニー金貨って、基準価格で今4000ドルぐらいなんですね。ただ実勢で MS62 ぐらいつけばもう7、8000ドルするんで、ほぼほぼ100万に近いっていう価格の金貨になるんですが、このオランダのギルダー、同じようなサイズ感でこの14ギルダーが、9.9g ぐらいなので、若干さらに大きめですね。デザインも素晴らしいんですが、まだまだ価格の出遅れ感があるんじゃないかなっていうふうに思います。で、3つ目がこの馬に乗った騎士っていうのがモチーフになっていて、非常に有名な柄になっています。人気があるんですが、まだ安いんじゃないかっていうのがこの7ギルダーと14ギルダーなんじゃないかなと思います。で、4つ目がもともとは銀貨のダカットがシルバーライダーと呼ばれていたっていうことで、銀貨のダカットの方が実はもう値段が跳ね上がってきてます。で、高いグレード64とか5だったと思うんですが、もう7、8000ドルまで行っていて、銀貨と金貨を比べた場合に銀貨が高いっていうことは珍しいことなんですが、モチーフがですね、銀貨の方はちょうどこれのモチーフ、これちょっと今金貨の方のライダーになっています。モチーフとしてはこんな感じですね。ライオン2頭が描かれているようなもので、これ2019年に発行されたですね、リストライクというかですね、再発行されたような金貨で、これダカットがつくかと思ったらですね、メダル扱いされてしまったので、ちょっと地金プラスアルファ分しか価値がないんですが、この裏面のデザインが大きく異なっているところなので、銀貨の方が先に非常に人気になっているような状態です。金貨の方は私は割とこの柄が好きなので結構買っていることが多く、値段、少しずつ上がってるんですが、まだまだ出遅れ感があるんじゃないかなっていうふうに思います。で、そろそろまとめに入るんですが、1つ目ですね、7ギルダーで 4.96g、5g ぐらいの金貨になります。なので、アンティコインのデビュー金貨としては価格も安いですし、狙い目なんじゃないかなっていうふうに思います。14ギルダーだと約倍近い重さになるので、値段はもう少し高く当然なるんですが、こちらの方でもアンティコインとしては安いんじゃないかなっていうふうに思います。で、組成がですね、 91.7% 金の金貨で、1749年から1763年ということで、270年前ですかね、結構古いにもかかわらず価格が、抑えられているのがこのオランダの金貨なんじゃないかなっていうふうに思います。3つ目が馬に乗った騎士がモチーフなので、この先ほどお見せしたように、この柄が非常に人気があってですね、これ今7ギルダーと14ギルダーの話しかしてないんですが、これダカットがあって、昔はこれ10ダカットの金貨とかもありました。そうすると当然10万ドルぐらいいくので、非常に人気のモチーフなんですが、あまりこう注目されていないんじゃないかなっていうふうに思います。これの10ダカットとか私も欲しいんですが、さすがに1000万するんで買うのどうかなっていうふうにはさすがに思っています。
あとこの4つ目のシルバーダカットはこのモチーフと全く一緒なので、まあ、これが出てきた時にダッチミントオランダの造幣局で出てすぐ売り切れになってしまったんですが、おそらくこれ確か100枚か200枚しかなく、ほぼほぼ出回っていないと思います、まあ、なぜかメダル扱いにされてしまったのっていうのは納得いかず、他のパターンのですね、ライオンモチーフのパターンとかは銀貨は、ダカットとして扱われていて、なおかつ70グレードがついているものが NGC であったりするので、なぜこの金貨だけがメダル扱いになっているのかちょっと意味不明なんですが、まあ、こういうような評価が出ているような状態です。今回8月のオークションでかなりネザーランド、つまりオランダの金貨を買ってみました。これなぜかっていうと出遅れ感が非常にあるんですね。オランダの金貨っていうのはなぜかイギリスのエドワード4世かなんかのローズノーブルとかノーブルがあったりするっていう風にイギリスとの関わり合いが非常に高いんで、掘り出し物の金貨が安く放置されてたりするんですね。なので当然アンティークコインもかなり値上がりしてるんですが、イギリスのコインとかも非常に高くなってるんで、じゃあ次はどこかって言った時に、私の方はベルギー買ってみたり、オランダ買ってみたり、フランス買ってみたり、周りの国を、イタリアもちょっと買ってますね、を攻めていってるような感じです。まあ、当然、どこかが跳ね上がってしまうとそこをやはり頭打ちになりやすいです。まあ、今だと例えばアメリカの金貨もですね、アンティークは頭打ちのところも多いですし、中国の金貨とかロシアの金貨とか、まあそのコインですね、頭打ち感があるところがあるんで、やはり買うんだったら安めの、まだ、弾ける前ですね、本格的なブームになる前に買った方がいいんじゃないかっていうふうに思います。まあ、今日の動画がですね、ぜひ役に立った、面白かったという人はいいね、高評価をつけていただければと思います。あと何か、コインに関してでも、まあ、あと最近お金の器についての話も結構動画にしているので、まあ、その辺でもコメントとかですね、ご質問があればいただければコメント欄で返したり、あとまあ長くかかりそうなものは動画にしたりもできるので、ぜひ積極的に書いていただければと思います。チャンネル登録をされていない方はぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。今日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。